皆さんこんにちは。最近一時よりは減った気もしますが、コロナ禍に私たちの街で見かけるようになった電動キックボードについて、7月1日からの法改正によって運用ルールが大きく変わることをご存知ですか？しかし私はこの法改正に関して危険性を感じています。コロナ禍の移動手段としてシェアリングサービスも登場し、街中で電動キックボードを見かけることも珍しくなくなりました。はじめはナンバープレートのないキックボードが走っていたりもしていました。しかし電動キックボードの利用者が増えるにつれ、安全上の懸念から法改正が行われ、2021年7月から電動キックボードは原付バイクと同じ扱いを受けることになりました。電動キックボードを公道で走行する場合、原動機付き自転車を運転できる運転免許が必要になり、またナンバープレートの取得や軽自動車税の納付義務と自賠責保険への加入義務が求められます。さらに装備として制御装置、ブレーキと方向指示器、ウインカーが必須です。なお電動キックボードのシェアリングの規制緩和が行われている一部地域、ここ新宿渋谷界隈はもちろんその地域ですが、では電動キックボードを小型特殊自動車として扱っていて、この場合原付免許では運転できず、荷物を運ぶフォークリフトや除雪車、農業用トラクターなどと同じ扱いになる小型特殊自動車を運転できる免許が必要となります。いずれにせよ普通免許を持っていれば運転可能というわけです。もちろん免許証不携帯だと3000円の反則金が課されます。現在電動キックボードは大まかに2種類に分けられます。一つは公道で走行可能なものであり、もう一つは私有地専用のホビー用品キックボードです。しかし7月からは新たな車両区分である特定小型電動機付き自転車が導入されます。これは最高速度が時速20キロ以下の機体を指し、特定原付に該当する場合、16歳以上であれば免許不要でヘルメットも努力義務となります。どうしちゃったんでしょうか。危険性を指摘して2021年7月から電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになりました。しかし1年も経たず、2022年4月19日道路交通法の改正案が衆議院で可決され、2年以内の施行が決められました。そしていよいよ1週間後の2023年7月1日から年齢16歳以上、運転免許証不要やヘルメット着用は本人次第の努力義務などとなるんです。自転車並みの扱いにまで引き下げられるということなんです。一部では電動キックボードの利用を増やしていく方向へ進めるための戦略的な法改正だったとも言われているようです。でもなぜそんな短期間で極端な改正となったのか不思議です。わからないですが、もしかして賄賂とかそういう感じの何かがあったのかなとちょっと疑惑が出てきます。16歳以上ということは高校生になれば乗ってもいい感覚ですよね。免許不要になるわけだから、自動車の免許更新などがない、交通指導を受ける機会のない低年齢の人たちが乗り始めるでしょう。ルールが守られないことが多くなるのではと心配になります。またコロナが一段落し、最近海外からの旅行者が一気に増えてきていますよね。免許を持たない海外からの旅行者がシェアリングサービスを利用して電動キックボードを乗ることも増えるのではないかと考えられます。もしかすると
これを狙っての法改正だったのかもと思ったりもします。たとえ免許がある人でも海外からの旅行者は日本の交通ルールに疎いはずです。少なくとも事故が微増で止まることを願いたいです。海外では車道や歩道以外に電動キックボード専用のレーンが存在する場所もあるようですが、日本ではどうなるのでしょうか。現在電動キックボードは道路交通法上の原動機付き自転車に分類されており、車両通行帯の設けられた道路においては最も左側の車両通行帯を走ることになっていて、自転車専用道では走行できません。そのうち自転車ゾーンの横に電動キックボード専用レーンが作られるなんてことになっていくのでしょうか。ただでさえ自転車事故も多い状況です。絶対に交通事故は増えそうです。この法改正はただ交通事故のリスクを高めるだけのものではないかと思うんです。7月の改正法施行は確定しており、今更どうにもできません。なので電動キックボードを使わない人でも事故に巻き込まれないように、7月以降電動キックボードの利用が増える可能性があることくらいは頭に入れておいた方がいいかと思います。電動キックボードは自転車道や歩道では走行できません。最高速度20キロ、自転車と同じように夜間や悪天候時にはライトや反射材を装着が必要。またヘルメット着用は努力義務。特に免許は必要なく、16歳以上であれば運転可能となります。でもおそらく自転車と同じように守らない人は出てくるでしょう。歩道を走る人もちょこちょこ出てくるはずです。なので7月以降は歩道を歩く際に自転車やスケートボードに加えて電動キックボードにも注意が必要です。制服を着た高校生が運転していても違反ではないので注意してはダメですよ。パワハラやセクハラに見なされかねません。それにしても気がつくとちょこちょこ不思議な法改正が行われていたりするんですよね。よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。